はい、こんばんは、ジュンです。今日ですね、お手製4ナンバー積載車のシフトのブーツ、シフトカバーですね。こちらがあまりにもボロいので、Amazon で良さそうなやつを買ってみたんで、つけてみたいと思います。見た目良くないですか？黒でかっこいい。そしてこの赤のスティッチっていうのかな？これがおしゃれですよね。ちょっと革っぽく見えます。いいですよね。これをちょっと取り付けてみたいと思います。Amazon で安かったです。はい、取り付けるとこんな感じですね。ちょっと内装塗ると合わないですけどね。まあいいでしょう。結構ね、しっかりつきます。見た目いいですよね。うん、おしゃれです。後ろに映っているのがボロいシフトカバーですね。あれより全然こっちの方がいいですね。裏側はこんな感じです。取り付けも非常に簡単。誰でもできると思います。なかなかいいフィット感ですね。さあ、早速シフトノブ取り付けてみたいと思います。はい、シフトノブ作るとこんな感じ。いいですね。シフト入れてもずれないです。ちなみにですね、このシフトノブ、こちらも買いました。Amazon で売ってますんで、よかったら見てください。概要欄に貼っておきます。こちらも概要欄に貼ってありますので、よかったら見てください。やはりですね、この辺、綺麗になると閉まりますよね。うちの4ナンバートラック積載車、シフト周りだけなんかやたらスポーティーですけど、この顔のシフトノブ、かなりおすすめです。マニュアル車ですからね、やはりシフトがおしゃれだとテンション上がります。